ということで、今回はですね、知らないものを想像で作ってみるシリーズ第1弾、鬼滅の刃無限列車編、見たことある人は今すぐサーバーを抜けてください。おぎぎ、うみにゃ、ヤギ、ポータン、ユードン、ザグー、ベノム、キマジだろうね。見てそうだなはい、ということで今日はですね、この残った人たちで鬼滅の刃の無限列車を作りましょう。わからない知識で作ると。で、残りの人たちはちょっと別の場所で無限列車の答えを作ってください。無限列車って何なのかみたいな。で、ちなみに僕の知識なんですけど、無限列車とかいうよりはネットフリックスで1話だけ見ました。一応1話だけ見た知識あるから、この服は知ってる。もちろん。どんな話？雪国に住んで炭を売ってるやつが、なんか炭を売買しに町に降りてる間に妹が殺される話。多分。で、雪国の話、多分北海道とかかな？北海道の話だと思う。雪国、東北とかの話。で、炭を売ってるから、炭治郎、炭治郎っていうのに、炭治郎みたいな。俺、マイクラおじさんみたいな感じ。イメージ。炭おじさんみたいな感じで、炭治郎っていうあだ名みたいな感じ。だから、多分、無限列車でしょ？大陸横断鉄道的なやつなのかね？ソ連を走る。時代設定は多分、まあ、明治維新ぐらいだから、なんか、あれじゃないかな、シベリア出兵とかあたりの話だと思うんだよ。これ無限列車、これが。知識は他あるやついるから、まあ、雪国だから雪作ろっか。雪の雪原作ろう、雪原。みんな雪作って雪バーってこう引こう、みんな。とりあえず雪国。で、なんか山ん中。鬼が出る。いや、そう、鬼は知ってる。鬼出るのは。で、顔がなんかおかしいんだよ、鬼の顔が。それは知ってる。黄色い髪、あー、そうそうそう、なんだろうな。黄色い髪の人でしょ？わかる？列車だから線路は作るんじゃないの？無限列車って本当に列車なのかね？なんか、もしかしてさ、タイムリープものとかだったりするのかも。無限でしょ？だから、無限にこう、なんかこう、無限回廊みたいな。下に、地下に、あ、これさ、なんか上にどんどんこう、ぐる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 上がってくみたいな感じじゃない？わかる？上にぐるぐる、銀河鉄道39みたいに上にぐる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 こう上がってくみたいな。そうそうそう、銀河鉄道39をイメージを作るなど、無限ループみたいな。魂の輪廻って感じでさ、よくない？そういうのだろう。わざわざ無限って書くぐらいだし、鉄道でタイムスリップするやつ。じゃあなんか鉄道みたいなの作る。上に上がってく鉄道みたいなの作る。結構建築難しそうだな。天狗仮面も痛くね？あー。なんだっけ？俺ツイッターで見た。何さんだっけ？そう、顔叩くやつ、ツイッターである。顔叩くやつ、顔叩くやつ。滝だき？滝だき？うろこだき？あ、それは、ね、見たことある気がする。ツイッターで見たやつな。あー、いいね、いいね、いいね。バナナがいい感じの作ってる。でももうちょっと太くしようぜ、なんか。建築税さ、建築できる人さ、鉄道部分作ってくんね。あともうちょっと、あれじゃない？こんな急なの。勾配急すぎん？勾配急すぎんか？もうちょっと傾斜緩くした方がいいんじゃない？1,2,3,4,5 上げ、1,2 って感じでよくない？これでよくない？いい、朝日くんいい、それでいこう。で、溶鉱炉は作らんの？なに溶鉱炉って何？刀か！真ん中にでっかい溶鉱炉とか作る？真ん中にでっかい溶鉱炉作って、それを回る感じで銀河鉄道が上がってくってのはどう？ここにさ、でっかい釜みたいなの作ろう。釜作れる人いる？ラストシーンに溶鉱炉が出てくるんですよ。ほんとか？それは嘘じゃない。誰に作ってもらうか。あー、倉持じゃん、真ん中の溶鉱炉担当ね。倉持と毒状態と、都市、トマトソース、麦が真ん中の溶鉱炉担当。でっかい溶鉱炉作ってね。で、列車は、どうしよう。列車、朝日、カンタスケ作れる。他の人たちは、周り雪国だから、なんかこう、ツンドラっぽい感じにしよう。あ、鬼ありだね。違う。今も違う。普通の人間で、なんか、線が入ってんのよ。顔に。顔にタトゥー入ってる。顔にタトゥー入ってんのよ。違う。普通の人間で顔にタトゥー入ってる。だから炭入れてるんだよね、多分。顔に。南米のサッカーファンみたいな感じ。あー。かも。炭入れてる人みたいな感じで。人間の皮膚でいいよ、これ。人間にちょっと変えよう、一回。で、あとさ、変なさ、和服の女の子いるよね。なんか、めっちゃ冷たい目した女の子みたいな。あれは何なのかね。ねずこじゃない。ねずこは知ってる。竹くわえてるやつがねずこ。それは殺されたんだよ。AV で犯された子。違う。いや、なんか、なんだっけ。
黙らしちゃいみたいなこと言うやつ、ツイッターで見るやつ、なんか牙みたいなの生えてて、そう、ブラック企業の社長みたいなこと言うやつ、ツイッターのあの怖い人、そうわかるっしょ、ツイッターのあの怖い人だよ、怖いお姉さんみたいな、理不尽にキレてるやつ、そうそれ大将、大将なの、対価金税、そうそれボスなんだ。でも無限列車編じゃないんじゃない、だってあれはあの普通のやつだから、普通のさやつだから、大将では無限列車の大将じゃないはず。あとさ、曲げてくんね、これ、そろそろ曲げよう、これぐるぐる上に上がってくイメージだから、ちょっとそろそろ曲げようぜ。これ炎すごい人いる、あのあれでしょ、なんか髪がさだいぶ染めて時間経っちゃったなみたいな感じの人でしょ、根元染まってない人でしょ、違うあのプリンになってる人でしょ、根元が染まってなくて、いるんだよそういう人が。でこう顔にも墨入ってて、だいたいこんな感じじゃねえか、鬼うわぼり剣とか持ってん、ドスとか持ってんじゃない、多分ドス持たせっか、剣持たせてくんない、炭治郎は、炭治郎って出んのかね、親父の仇を討つと鬼滅ってヤクザの構想の話、あと、そうだな、そういう、え、ちょっと待って、あの、湘南新宿ラインみたいな感じ、これ。湘南新宿ライン的な感じのノリなの、もしかして無限列車って。そっち、いや、まあまあいいけど。まあまあ、それにするか。俺、銀河鉄道39みたいな感じだと思ったけど、まあ、それにしよう。まあでも、そっか、このタトゥーとかの世界観だったら、まあ、それはそうだわな。現代の話だわな。こっちの方が早いし。怖いな、すげえ、和彫りがっつり入ってる、ガツガツやん。北野武監督、鬼滅の刃、まあいいね、ちょっと手伝う、まあちょっと分かる範囲で手伝おうか。明治時代にヤクザがドンパチする話なの、あー、でもさ、日輪刀ってどすな、日輪刀でなんか切るじゃん日輪刀で切るのは何なの、無限列車だから、まあ、無限にこう上に登ってくっていう。でもあれは何？あの、染め残す、あー、こいつだ、こいつ、このファラオみたいなやつ。これさ、CM にいない、この人。この人めっちゃいる。めっちゃわかる、この人。火吐くの？火吐くんだ。すごいね。炎吐いてんだ。人間なの？こいつが鬼？こいつがラスボスなの？そもそも。こいつは主人公なの？主人公は炭治郎でしょ？だからこいつは敵か。鬼だろ？もっとまがまがしくした方がいいんじゃね？こいつが無限列車を襲う、つうのは。こいつが無限列車を襲って、もうちょっとでかくさ、この辺にさ、なんか作らねえ、こいつ。やっぱ、これだけじゃないっしょ？下っ端じゃないっしょ？あのさ、これ、あ、ちょっとね、溶鉱炉でなんでぐっとして沈んでってんの、こんなシーンあんの。その2が最後に人の心を戻して溶鉱炉に沈む話。合ってるそれ。親指立てながら。涙なしにその死を見ることはできなかったよ。お前見てねえだろ、お前。ででんでんででんでん。あのさ、電車さ、おかしくない。電車一段ずつ下げないとさ、電車のさ、上が固定されてるからさ、すごい変な形の電車になってる。これ電車おかしい。どうなってんだよ、この電車。斜めじゃん。ちょっと下げてこうぜ、これちゃんと。これ無限要素なの、これが。これ無限要素あり。これ上のは何、これ。この中に入ってくの。これ何のつもり、これは。これは何、異空間なの、すごいね。やっぱタイムリープものか。あー、そういうこと。この中に入っていって、こう、また、最初に戻っちゃうみたいな、無限列車。ここに入り口、この、こっちに入り口作ってくんない？紫色の、あれっぽい。ほら、入り口作ろうぜ、ここの。まあ、適当に。次元の狭間みたいな。ダミトモン君作って、なんか、この、次元の狭間みたいな。こっからなんか出てくるみたいな。こっから、この次元の狭間から、こいつが出てくるみたいな感じは？追っかけてくるみたいな。電車がそっから抜けてて、で、こいつが追っかけてくるって感じの。え、つかさ、あれ作ってくんない？その、この顔作ったの誰？これ。これ誰作った？これ同じの作ってくんない？こっちに。この、次元の狭間から出てきたみたいな感じで。誰か頼める？誰かいる？これ作った人。
何それ、猿陰夢くんじゃんこれ。なんで陰夢くんユニコーン出てくんの。出るこいつが、え、なんだっけ、このジャンル、これなんていうやつだっけ、なんとか猿、何猿だっけこれ。スローロリスだ。スローロリス出るの、陰夢くん出てくんの。マジ、この森の中に住んでんの、マジガチ、ほんとか、明治時代にいたの。あー、またヨシコは自分アピールか。ヨシコと下沢はまたアピールしてるぞ。いいねいいんじゃない。無限列車で出てくるやつみたいな。あー、いいねこれ、鬼滅の刃無限発射編。無限発射じゃなかった、無限列車だった。無限発射は AV だ。何ダミトムこれネザーにすんの。あー、え、なんか一気に割れたけど大丈夫、すごい形になってるけど大丈夫これ。お、いいね。あー、ありあり。そいつの頭にもついてんの、イムくんの頭についてんのそれ。いや、キーパーソンなのイムくんって。そんなにキーパーソンこいつ。超重要。伏線なのそいつの存在が。マジか。ちょっとこれ、髪の毛置きたいなこれ。なんか。鬼の描写にはこだわるよ。あー、いい感じになった。なんか結構いいねこのコンビ、結構好きかも。鬼二人組すげえ。お、いいね倉持、いい、よくなった。この二人組の鬼のコンビ、いい、ありあり。ちょっと可愛いね。なんでよしこちゃん出てくんの、絶対出てこないからこれ。マジでいる、いや、いません。ちゃんと上に電車のあれがついてるの面白いな。盾持ってんだこいつ。え、なにこれ。こいつ何。あ、これは知ってる。え、俺がね、フォートナイトで作ったこれ、イノシシ。イノスケ。イノスケ。サオ役。こいつはあれでしょ、かっこいいんでしょ、すごい。父さん知ってるよ。何これ、炭治郎絨毯。いや違う、これでしょ、大丈夫これ作ったやつ大丈夫か。色分かってないぞこれ。誰だこれ作ったの、これ色分かってないやついるぞ。緑と青のさ、区別ついてないぞこれ作ったやつ。もういいね。そんなたくさんはいない。いや絶対たくさんいる感じ。え、そんなクローンみたいにいっぱい出てくる話なの、絶対違うでしょ。そういう話じゃないだろう。いやそんなたくさんは出てこないでしょ。無限要素なの。あー、マトリックスのなんか最後のなんかエージェントみたいな感じか。あー、なんかいろんな世界線のこいつが集まってくるってやつ。あー、なるほど。まあ、それならうなずけるかも。妖怪みたいだね。確かに。まあでも、鬼でしょ、結局敵は。鬼とその射程たちでしょ、この、炭入ってる。すげえ、めっちゃかっこいいじゃん。無限列車。山手線だな、これ。山手線の色だけどさ、めっちゃかっこいい。あ、山手線が無限だからっていうので、これ山手線にしたのか。ぐるぐる回るから。あー。すごい。うまい。環状線か。うまい。そりゃヒットするわな。あのさ、俺絶対溶鉱炉だけは絶対かすりもしないと思うんだよね。溶鉱炉でさ、溶鉱炉だけは絶対に出てこないと思うんだけど、炭治郎の炭要素なのこれ。炭？炭治郎の。なん、あ、俺あれ、あの、あれは知らない。必殺技のシーンとかは知ってるんだよ。水の呼吸、3の型、なんちゃらみたいなやつ。知ってるよ？あの、呼吸でしょ？あの、無名の呼吸っていうこと言ってたキッズもいた通り。無名の呼吸。一の方、行為も停滞。なんとかの呼吸は知ってるよ。まあ、波紋的な、なんかそういうの。全集中もね、知って、過集中みたいなやつでしょ。すげえ。オーバードライブとか言うの？そだ！和風世界観でオーバードライブとかは言わないでしょ。さすがに。溶鉱炉の呼吸とか言うの？溶鉱炉の呼吸って溶鉱炉呼吸できない。熱そう。
いや、俺さ、王道系漫画全然見てない。ワンピースも見てなければ、ドラゴンボールはね、フリーザ編だけは知ってる。ワンピースも見てないんだよ。ブリーチも見てないから知らない、俺は。ワンピースも、ワンピースの俺の知ってる概要を説明すると、ゴムみたいな伸びる手の能力があるやつが、おっぱい大きいやつと、おっぱい大きいやつ、二人を連れて、あとスーツ着たやつと、あとは二刀流のゾロと一緒に海賊って言いつつ、海賊行為はそこまでせず、なんかやるっていう。で、右腕がなくなるやつがいる。エースみたいな。で、右腕がなくなって、なんか、エースになるみたいな感じ。みたいな感じね。大体そんなもんでしょ。おっぱいはわかる。そう、ナミと、あと、キスカみたいな。あ、ロビン。で、あとあれも出る。なんか海軍とかいう、ガタイのいい、なんか、ボディービルダーみたいなの出てきて、なんかいつも椅子に座ってる。椅子に座ってるやつ出てくる。なんかいつも椅子に座って、足組んで、なんか筋トレしてるみたいなのが出てくる。で、そいつらはいつまで経っても戦ってないみたいな。それぐらいっす。俺、ブリーチに至っては何も知らない。マジで。いや、本当にブリーチは一切の知識がない。忍者が出てくるってのだけ知ってる。それ以外は本当に知らない。あと、久保タイトは知ってる。久保タイト先生と KBTIT だけ知ってる。そっちは知ってる。そっちはめっちゃ知ってる。それは、そのガチムチのあっちの KBTIT の方は、ちゃんと他の出演 AV で、なんか、なんだっけ、ニューハーフの子に掘られまくっ。すげえ。無限。無限行き、快速列車。無限行き、快速列車。快速列車って何？なんか飛ばすの？なんか、何個か飛ばすん？駅。なんかビル建ってない？ビル？なんでビル建ってんの？は？何これ？は？何これ？舞台が六本木だと聞いて、は？いや、絶対違う。絶対違う。無限よ。はぁ、後の六本木。後の六本木なの？いや、だって六本木こんな、なんか雪国じゃないでしょ。明治時代だぞ。てかこれ長野じゃないのこれ。っていうか、ケインの実家はこんな感じじゃない？だって長野県って。確かに。あー。まあそうかも。ケインも炭売ったら。なんかでも、劇中の中で炭売ったりするのが商人要素出てくんのかね。さすがに出てこないか。なんかそれつまんないか。商人要素とかとしても。なんかこう、この戦略として戦争を起こした方が炭が売れるから、軍隊に。だから、あえて戦争を起こすみたいな、こう、一流のビジネスマンは、こう、需要を探すんじゃなくて、需要を作り出すんだって言って。それ番外編、あ、そうなんだ。手売りしてんの炭。キャンプとは思えない。俺も戦争を起こして炭売るずら。これ、炭治郎が運転手なの？あ、そうなの？本当にこれ。炭治郎運転手だったの？マジ？あ、そうなんだ。今さ、山手線のやつ、流してなかった？ってやつ。あの音嫌い。あの音聞くとさ、なんか出勤するみたいなさ、とか、学校に行く時とか思い出してすげえ嫌じゃね？なんか嫌な音、なんかすげえ嫌じゃない？あの音。炭治郎が無限列車で伏線ドリフトしたシーンは、涙なしには見れませんでした。絶対ない。絶対ない。まあ、こんなもんじゃないっすか。おー、すげえ。こんな感じか。無限ループのこう、源みたいなのは。まあ、こんなもんじゃないっすか？人身事故起こすな。見た人たちは完成しました。コウタン、ウミニャ。ただ、ちょっと待ちましょう。網目細かくないか？もうちょっと網目薄いんじゃない？斑点みたいになってる、なんか。イラストレーターの透明部分みたいになってる。なんかさ、イラストレーターのさ、ピングの透過されてる部分みたいになってない？はい、ということで、できました。お、ちょっと流してください。ちょ、小さいな。上げる音。すごいこれ。いいね。頭痛くなる。うわぁ。とっさ出る。はい、出勤の音ですよー。ピーって開いて。山手線の扉が閉まるよ。山手線の扉が閉まるよ。ルラララな。山手線の扉が閉まる音だよ、これ。
無理なご乗車おやめください、ドア閉まります、ドア閉まります。そんな歌詞で、え、そうだよそうだよ、これ公式だよ。山手線の扉が閉まるよ、山手線の扉が閉まる夜、ラララララっていう歌詞、そうだよ。今度歌いな。いや、ほんと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 ダサすぎ。ほんとだから、だから今度これ聞くたびに、トミーはこれ聞くたびに俺の歌思い出しながら、あの、ちゃんと心の中で歌ってね。山手線の扉が閉まるよって。トミー頭おかしいんか。はい、まあこんな感じで、まあこんな感じですね。鬼滅の刃、んおめこ、キツメだな、しかもこれで、まあこんな感じか。あ、これ水の呼吸だ、これ水の刀知ってる、日輪刀。ん、何、日輪刀なのに水が出てるのってなんだよな。そういえば太陽の力とかじゃない、呼吸だから。うん、快速無限。あ、これ右のやつ知ってる、右のやつ、右のなんか金髪のなんか子でしょ、なんだっけ名前、ちょっと待って、あ、わかんない。いや、妹じゃない。妹は、なんか、鬼になった。あの、仇じゃなくなった。磯貝。磯野っていうの？マジ？磯野っていうの？本当に？え？磯野？マジ？小貝が好きなやつ。あ、そうなんだ。小貝くんが好きなんだ。磯野小貝。すごいね。そうなんだ。で、鬼の皆さんだね。はい、ということで、じゃあ、回答を見せてください。見たことある人は回答を作ったと思うんで。はい、お願いします。は？何これ、あー SL なんだ。え、全員アットエイするよこれ。え、何これ、コウタン作無限列車、加減の一悪夢、ん、加減の霊夢、東方、東方要素あんの。よくない。お父さん知ってるよ、東方でしょ。あの、チルノくんとか好きなやつだろ、チルノくん。それ、で、それあれだろ、知ってる、待って、言わなくてもいい。マリサだろ、それ。チルノ。マリサ。マリサ、マリサ、ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、なんちゃらかんちゃらってやつ。知ってるで、俺。曲もあるよな。うどんなんちゃらみたいな。やべえ。知ってる、知ってる。え、こんな長いの？あー、これが無限か。え、こうだ、無限じゃないよ。これ無限要素どこ？なんで無限要素は？夢。はい、敵の攻撃が無限に続くってこと？え、無限列車って言ってるやん。え、列車がこれ攻撃なの？え、これが攻撃なの？突っ込ませてくるみたいな感じ。突っ込ませてくんの？ネタバレになるから言えん。あー、なるほど。タイトル詐欺なのか。あー、でもみんなやっぱ SL 書くんだ。SL なんだ。なんで一つを作んねえんだよ。正解組、無限。あー、夢、弦。何これ？あ、これ、彼岸島で見た！これ、彼岸島のやつじゃん！彼岸島で拷問してるやつじゃん、こいつ！あの、自衛隊を。あのさ、虫を倒すために国会議事堂の下に入ったんで、アキラと、あの、自衛官とね。で、したら、あの、拷問官がいて、その拷問官の、その敵の虫の幹部がこれ。あの、雅の息子たちの中の、やつ。知ってるだろ？彼岸島は鬼滅のパクリ？そう、挟むやつ、挟むやつ。霊夢の左手。はぁ、あ。ああ、これは、まさか、このおっさんは、あ、え、これヤギ作ったの、ヤギうまいじゃん。ヤギなんかうまい。もう伝わってくる。あ、これは合ってたね。これは合ってた。サルギッこれは合ってた、これは合ってた。サルゲッチュにそう。力火は吐かないのか。名前は何これ。なんていうのこの人は。無名？あ、違う、無限。これとか無限。なんだっけ、キムツジ、マサオは違う。あの、マサオは違うだろ。マサオって顔じゃないだろ、さすがに。なんていうのこれ。山本玄、え、玄要塞重国。そんな名前なの？なんていうの、山本さんっていうの？それブリーチやろ。あ、そうなの。山本っていうの、こいつ。煉獄九十郎。煉獄って何、何あれ、なんだっけ、喧嘩家業のやつ。あの、煉獄、なんか、殴って、倒れる前に別の方向から殴ってのやつ。すげえな。煉獄さんっていうのか。
あ、でもそういえばツイッターで煉獄がどうだこうだっていうのを見たことあるような気がするぞ。炭運んでる、みんな見ろ、炭運んでる、炭治郎の炭要素来てる。あー、運ぶのか、ここで炭要素か。あー、いや、これは一本取られたな。だからか。あー、あー、炭治郎が満州鉄道を作る時の話か、これもしかして。大陸横断鉄道、すげえ夢ある。炭治郎が炭売買を鉄道を利用してそれを鬼に邪魔されるぞ。南満州鉄道を作ってソ連と戦争をする話。鬼とはソ連兵のことを言ってたのか。あー、鬼っていうのはソ連兵のことを言ってる。小学生楽しいのかそれ。いや、まあ分かりやすくしてるんじゃない、それを。ちょっと、あ、でも言うよね、なんか鼻がめちゃくちゃ高いから、鬼ってその創作物のだから、今で言うその白人のことをモデルにしたんじゃないかみたいな。で、色がこう赤くなったりするから、そうだから鬼を白人はモデルじゃないかっていう説があるらしい。ノモンハン事件を起こす炭治郎、めちゃくちゃかっこええやん。好みかも、そのストーリーは。ちょっと、え、なにこれ、こんな、なんかこんな、またこれ、彼岸島ネタっす、これ。彼岸島の亡者みたいなの出てくんの？こう、いっぱいこうついてて。彼岸島の亡者みたいな感じ。お父さん知ってるぞ、これ。彼岸島だろ？ということで、鬼滅の刃、無限列車編でした。回答はこちらのようです。皆さん、もしよければ、劇場に足を運んでみては、どうでしょうか。はい。あ、丸太ねえじゃん。彼岸島ならここ。みんな丸太は持ったか？おぉ。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、っての好き、彼岸島の。それそれそれ。はぁ、あ、はぁ、あ、めっちゃ好き。